シュポルトクループパーダーボルン A7A A ファンはドイツノルトベストファー練習パーダーボルンを本拠地とするサッカークラブである。前身となる2つのクラブは1907年にアルミニアノイハウス、1908年に FC プロイセンパーダーボルンとして創設された。その後、他のクラブとの幾度かの合併や名称変更を経て1985年にアルミニアの更新、トス、 シュロス、ノイハウスとプロイセンの更新、1、FC、パーダーボルンが合併し、トゥスパーダーボルン・ノイハウスと解消。1997年に、SC パーダーボルン07と解消した。レギオナルリーガから、オーバーリーガに一時は降格したものの1年で、復帰、2004年から2005年にかけてのシリーズで、北部レギオナルリーガ2位となり、ブンデスリーガ2部へ昇格を果たした。 2004年には、レギオナルリーガのチームでありながら、DFB ポカールにて、ハンブルガー SV と MSV デュースブルクを相次いで撃破し、8強にまで残った。しかし、ハンブルクとの試合において、審判がクロアチア系マフィアの賭博と関係して不正な審判を行ったことが判明した。この試合の主審を務めたロベルト・ホイツァーには、サッカー界からの永久追放と、 29ヶ月の金庫刑が言い渡された。2007から08シーズンを17位で終え、新設される3、リーガへの降格となった。2008から09シーズンは3位となり、2部との入れ替え戦で、VFA ロスナブリュックと対戦。ホームアウェイともに勝って1年で2部復帰を決めた。2013から14シーズンは、開幕から9試合を終えた時点で、 勝ち点9を獲得するに止まり、年間予算も600万ユーロと低水準だった。ことから一部昇格は、困難なものと考えられていたが、シーズン前半を9位で折り返すと、ウィンターブレイク明けのシーズン後期は17試合で12勝を上げるなど好調を維持し、2位でクラブ史上初のブンデスリーが一部への昇格を決めた。2014から15シーズンは、 開幕から4試合を終えた時点で、首位に立ち、シーズン前半を10位で折り返す検討を見せたが、ウィンターブレイク明けのシーズン後期は17試合で3勝、2分けに止まるなど失速し、1年での2部降格となった。2015から16シーズンでは2部再開と低迷し3部に降格し、さらに2016から17シーズンには3部で18位となり本来ならば、 レギオナルリーガに降格となるが、TSV1860 ミュンヘンがレギオナルリーガへ降格処分を受けたため、3部に残留することになった。2017から18シーズンは大健闘の末2位に立ち、ブンデスリーガ2部へ昇格を決めた。2018から19シーズンは2部リーグでも大健闘し2位に立ち、5年ぶりのブンデスリーガ1部の昇格を決めた。 ナシナシツインゲルレ17ヤン20シュトローディーク5ギャスラ8コリンズ29プレーガー9バシリアディス39ションラウ13アンアジェ22マンバ30スルベニー18中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。